東武鉄道本社ビル、東武グループのシンボル、東京スカイズリー、東武グループは、東武鉄道を中核とする日本の企業グループである。東武鉄道グループとも呼ぶ。2014年3月期の総売上高は1兆114億円で、ある。ネズ財閥を前進とし、2020年6月23日現在、東武鉄道を筆頭に子会社84社、関連会社9社でで構成されている。 2006年のグループの総売上げの構成比では、流通39.0%、交通26.8%、住宅22.2%、レジャー12.0%であり、百貨店やスーパーマーケットといった流通部門の売上げがグループの最大を占める。なお、グループの主要各社の中で、東武鉄道と東武百貨店の売上げ高は2000億円強で、ほぼ同じである。 主に、東武鉄道本社がある、東京都墨田区、東武百貨店やかつての登場業務部があった東京都、豊島区、観光開発をしている、栃木県日光市などに本社を構えている企業が多い。以下のグループ会社一覧の本社所在地は、の表記に合わせる。登記上の本社や事実上の本社事務所などの扱いは、各項目や、各社の公式サイト等を参照のこと。 東武鉄道本体でも、空へ、ブランドで、沿線住民の組織化に加えて、マンションなどの開発、販売を手掛けている。など。他、グループ内再編などで統合により解散した企業が、多数ある。など、グループ企業の記事を参照のこと。他の大手資本などが入っている関係で属さない、東武グループの企業。東武を名乗るが、東武鉄道や、 東部グループとは、資本的、組織的につながりがない団体。東部鉄道発祥地域の東部とも関係がない。ありがとうございます。